ちゃいな。よいしょ。山たぬきに小鉢ね。ありがとう山たぬき、ね、よいしょ。山たぬきをね投げてみておりますよ。こういう感じの水色になじましたいんで、ダークブラウンブルーギルね、これをドリフトさせて、タックルはベルサートの67のミディアムライトという竿にグラビアスのハイギア、この組み合わせでね、なんというか山たぬきそんなにめっちゃ軽なワームではないから、こうねめちゃくちゃ飛ぶんだけど、ベイトタックルで P ラインで組んでね、いろんなとこに投げて、もうあとはひたすらドリフトさしたりちょんちょんやったり、こんな感じで使ってみて思います。ちょっとサイズアップかな。おい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 、引く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 、おー20ポンドリーダー頑張れ、よいしょよいしょ、わっはっはっは、危ねえ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 よ、危ないよこれ、ずるっといったらずるっといったらずるっといっちゃう。はい、ヤマタヌキね、2匹目ね。いやーもう投げて落とすだけでオートマチックに釣れるんでいいね、綺麗なバース。はい、ちょっとねさっきよりサイズアップ、ヤマタヌキのダークブラウンブルーギルも投げてドリフトさせるだけ。いやこういう流れのあるところにはほんと効くね。じゃあ逃がしてあげます。いいとこかかってんな、見えないけどいるね。ヤマタヌキ今2匹目。ヤマタヌキ形がシンプルだからこう切れてもそのまんま逆側で同じように使えるのと、さらにねこの横面でも使えるからね、結構ね長いこと使えます。で引き続き竿は、ベルサートの 67ML にグラビアスのハイギアの組み合わせ、これでねすんごい飛ぶ。これはね PE ライン 1.5 号を入れてリーダーに20ポンドフロロカーボン、ねバリバスのねアブソルートのね20ポンドリーダーに使ってるんですけど、今ここのエッジにねグイ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 って釣られたんだけどね、そのリーダーを竿1本分ぐらい取ってあるから、ここのところで今ギリギリギリってやられてもね不安なくね、上げることができました。まあでもね45とかねもし来ちゃったりしたらね釣れるのかなっていう感じで、まあでも今日はねタモも一応持っては来ているんで、いろいろ無理なく攻めてみたいと思います。結構ピクピクの展開を超えてくるとこういうのがふわーって落ちていくのが効いたりするね、展開の時期になってくるからね。今
ヤマタヌキ、ノーシンカーでひたすらバスのいそうなところとか通りかかれそうなところに落として反応を見ております。三重バスがね、いればいいんだけど、お、晴れてると結構見えるんだけどね、この曇り上がっちゃうとね案外見えないんですよね。いやー、やっぱね、こういう山たぬきのこういう釣りが効く時期になってきましたね。あれは鯉か、鯉は見えるようになってきたから、これでバスなんかも見えるようになってくると、見えてさえくれればねあそこに見えたからこう入れようとかね、作戦が立てられるんだけど、これは濃い。中心だけどハイシーズンな感じ。